はいいどうもの田辺でございます、えー、今日は、えー、後ろにです、ね、写真があるんですけども、えー、福,井のお福井大学の近くにあるう水色食堂というところに、えー、行きまして、えー、チキンカレーを食べてきましたで、まあ、この写真見てもらって、えー、分かるように、まあ、大きいチキンがです、ねまあ、骨付きで、えー、あるんですけども、まあ、この骨がです、ね、簡単にスポッと抜けると。 ということで、まあ、チキン、これ結構ですね、美味しいです。えー、で、まあ、のチキンカレーに半熟卵をのっけるという、えー、トッピングしまして、えーまあ、ダイエット中なんですけども、ちょっとお昼がっつり食べちゃったかなという感じです。で、まあ、のこの水色食堂に行く前に、 えー、FM 福井に行ったんですけども、まあ、なぜ FM 福井に行ったかというと「あばさ福井ビジネス堂」という、えー、火曜日の5時からやってる番組があるんですけども、まあ、あのそこにですね、えー、呼ばれまして、えー、ちょっと出演してきたんですけどもその放送がですね、えー、いつあるのかというのをちょっと聞いてなくて、えー、多分、うん、そのうち放送されるんじゃないかなと思います。で まああのこのあばさけ福井に出た理由なんですけども今このブーちゃんを配信している、えー、サバイノマドという場所が、まあ、4月30日からオープンということで、えー、そのお話をですねちょっとしてきました、えーまあ、のサバイノマドということなんですけども、まあ、w i f i が使えたりとか、まあ、電源が使えるというようなことで、まあ、パソコン持ってきていただければ、まあ、ここでいろいろとお仕事ができるかなと。 えー、いう場所なんですが、えー、特徴はですねやっぱりこ,のこういったユーストリームの配信とか、えー、動画の撮影っていうものが、えー、していただきやすいような場所になってますで、まあ、結構、まあ、そこそこ広いので、えーまあ、写真を撮ったりとかですねそういったことにも使えるんじゃないかなと思いますでぜひともですね、まあ、このサバイの窓を使っていただいて ユ、えーストリームとかですね、えー、いろいろと配信してほしいなと思うんですけども「まあ、o ン s a n t v もですね、えー、ここから配信しているわけなんですが、えー、皆さんもですねぜひユ、えーストリームとか YouTube そういったものを使って、えー、どんどんと配信,していただい配信していただきたいなと思いますでちなみにこの「サバイノ窓」っていう場所の、まあ、ロゴマーク、まあ、こんな感じで、えー、できまして えーまあ、w i f i の電波がです、ねえー、飛んでいるイメージなんですけども、まあ、これ、えー、山本さんが作ってくれたのでぜひ、えー、ともです、ね、皆さん、えー、この場所に遊びに来ていただきたいなと思います。というわけで、えー、今日はこの辺で、えー、失礼します。さよなら